それではキュウ先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。上司に報告するときに、はい、5秒はっきり喋りなさいと、うん、いうふうに怒られてしまいます。はい、どうしたらいいんでしょうか。はい、わかりました。語尾来ましたね、いよいよね。なんか喋ってほにゃほにゃほにゃってこうなってしまうと、なんだかと思いましたみたいなね、差があってこう、要するになんか自信がなく聞こえちゃうっていうことですよね。ありがとうございます。今日はこの解決策をお伝えしていきます。よくこれ語尾っていうのは、まあ、緊張回転の中でもすごく取り扱われるんですよね。緊張するとはっきり言えない。だから、よく言われるのがね、断言しましょうとか言われますよね。あとはね、死因を立てましょうと言われるんです。よくね、語尾って死因であることが多い。例えば思います、これは死因ですね。なんで死因を立てましょうとか、最後の語尾は呼吸を、息を多くしましょうとか、いろんなこと言われるんですけど、これね、やれたらやってるって話ですよね。なので今日簡単にできる方法を一つお伝えをいたします。で、語尾を扱うときに、いろんな語尾がありますが、皆さんが一番語尾が小さくなるパターン、これは何かっていうと、これはね、すなんですよ。す、上司に報告するとかプレゼンするとかって大体敬語でやりますよね。だから何々と思いますで、来月こそは達成しようと思います、次回からは改善していきます、おはようございます。そうなんです。すがやたら多いんですよ。だから、そのやたら多くて、特に語尾が小さくなりがちな、もう素だけをちょっと意識して、はっきり喋る、方法をお伝えしたいと思うんですね。で、まず、その素っていうのは、す、す、これですよ。th ですよ。す、これ無声音って言います。声帯を震わさずに、出ていく。まあ、要するに音にならない音。す、す、思います。ってやつですね。でこれを無声音にもかかわらず意識しようとしたら、思いますみたいなやつ、おかしくないですか。そうするとね、発音としては できると思いますみたいなね、どうしちゃったのみたいな言われるから、実はね、無声音を強化しようっていうと難しいんですよ。これはこれで発音としてできてる。だからどうしたらいいかっていうと、これが今日お伝えしたいトレーニング方法なんですけど、無声音すの前を強調する、これがメソッドです。すの1個前を強調する、これどういうことかというと、次回から頑張ろうと思います。すの1個手前はまあ、こうなんです。まあはね、有声音といって音が鳴るやつなんですね。すっていうのは無声音だから音鳴らそうと思っても無理なんだ。だからその前を1個前を強調する。例えばじゃあ今から3つやりますよ。で、一つ目はね、じゃあいつも通り語尾が下がるパターン、頑張ろうと思います。これが良くないパターンですよね。じゃあ巣を立てるパターンやります。頑張ろうと思います、これ超おかしいですよね。じゃあ巣の一個手前、間を強調するパターン、これが今日やりたいです。頑張ろうと思いますっていうと、はっきりこうちょっと音が立ちませんかね。おはようございますね、巣の一個手前、有声音を強調をする。来月ことは、達成しようと思いますではなくて、来月ことは達成しようと思いますじゃなくて、来月ことは達成しようと思います、ま、この一個手前を立ち上げると、これがね、はっきり聞こえるようになるんですよ。一番聞き取りやすい。それは何でかっていうと、繰り返しになりますけど、無声音を立てるということなんですね。これね、我々はいろんな話し方をやっぱトレーニングしてますから、名演説とかプレゼンテーターをもう徹底的に研究してるんですよ。で、名演説とかされる方ね、よく代表される方では、まあ選挙の演説とかね、見たことありません？こう、車に乗ってこう演説されるみたいな、ああいう方たちははっきりやっぱり聴衆に届けなきゃいけないので、そういう政治家の方の名スピーカーとか特に研究するんですけど、今一番再生回数とかで多いのは、あれですね、小泉進次郎さんですね。ものすごい見られている、まあ一番見られてるんじゃないですか。これ見るとね、必ず巣の手前が上がってますよ。面白い。例えばほら、車の前、上に上がってね、今日皆さんとか言ってやるじゃないですか。いやー、たくさんお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。まおって必ず立てるんです。2階からも見ていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます、これま、これありがとうございますとか言ったらおかしいと思うんですよね。しつこい
これだハマってきてるんですからね。違うんです、それはおかしいし、そのまま史実語になるのもダメだから、一個前を立てる。これ小泉進次郎さんを研究してたらね、これ面白い。そのお父さん純一郎さんね、元さんみたいですけど、全く同じ、すの前を立てるんです。これ立て直そうと思ってね、今一心に取り組んで、頑張っていこうと思います。必ず間を一個手前立てるんですよ。でこれ研究してたらね、田中角栄元総理ね、これも名演説スピーカーで大体30万回とか動画再生されてるんですけど、田中角栄さんの演説動画ってあんまり多くないんですが、これも見てるとね、やっぱり一個巣の手前を上げる、立ち上げる、このままではね、日本はダメだと思うんです。巣の一個手前だから、でを立ち上げるわけですね。このままじゃ改革していかなきゃいけないんです、でこうでを立てるわけですよ。そうすると語尾が、はっきり聞こえる、輪郭がはっきり出てくるってことなんです。はい、なので、一番よく使われて語尾が小さくなるパターンっていうのは、もうだいたいすおはようございます、ありがとうございます、やろうと思います、来月ことは達成します、こういうことなんです、やったらすが多いんですよ。なのでまずはすに特化しませんかっていうことが一つで、よく巣を立ち上げようと思うとね、巣だけ強調しましょうとか、息を大きくとか、子音を立てましょうって言われるんですけど、それは無声音なんだから、ね、音がもうそもそも鳴らなくて、文化として聞こえるような文化形成をしてるんです。であれば、その1個前の有声音を立ち上げませんかって意識しましょう、そっちの方がはっきり聞こえますよっていうメソッドでございました。できようと思います。頑張ります。おはようございます。ちょっとね、やりすぎじゃないぐらいな形で立ち上げると、はっきり語尾の輪郭が出てきて相手に伝わるようになるので頑張ってください。はい、でぜひお勧めしたいのはね、僕らも本当に普段やりますけど、この人語尾がね、例えば、はっきり聞こえないと思ったら、じゃあ語尾をはっきり伝えてる人って誰なのってこう調べたり、でさっきのお話のようにね、やっぱり演説される方とかいうのははっきり届かないと聴衆から支持を得られないわけなんで、名スピーカーってやっぱり語尾はっきりしてるよね、なんでかなって興味を持つと、必ず皆さんに共通点っていうのがあります。それがさっき言ってた死因の巣の間を、巣の一個前を立ち上げるって共通点があった。でそれをドリップして、実践してみない、こういうのをノウハウって言いますね。なのでぜひね、うまくいかないなっていう思う事例があったら、うまくいく方を集めてみて共通項を洗い出してみてください。いやー、巣じゃなかったね最後ね。で一個手前を上げるということをやってみました。またね、いろんな、名スピーカー、分かりやすい方、上がらずに話せる方の共通事項を我々毎日研究してますので、皆さんに、そのパターンをドリップしてお届け、分かりやすくしていきたいと思いますので、もしよかったらまたこの辺のチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとセミナーの一覧がね、上がり症セミナーで月100本ぐらいやってますので、ぜひお会いに来てください。それでは今日はこの辺で終了します。ありがとうございました。